皆さんおはようございます。渡辺隆です。4月の24日水曜日ですね。はい、だいぶいい天気になってきました。はい、今日ですね、朝散歩をしていましたらば、この前家を売ったご近所さんが引っ越しの日でばったり朝会ったんで、いくらで出たんですかという話をしてたんですよ。そしたら、リスティングはね、77万5千ドルだったんですね。で実際に売ったのは5万ドル引いて72万5千ドルということです。でこれね、概要を言いますとね、まあ、この辺に付けますけども、彼はね、2013年に、ですから11年前ですね、37万9千円買ってるんですね。で、このうち、まあ、うちのこの団地は20しかないんですけども、だいたい99年か2000年に29万ドルから30万ドルで作られているわけですよ。はい、でそのうちを2013年に37万9千ドルで買ったということです。それで売り出して、1ヶ月でまあ売れたわけですね。はい、で単純にこれですから72万5千円から37万9千円を引けば、儲けは34万6千ドルになるんですけども、ここでエージェントに 6% 払うわけですね。ということは4万3500ドルが引かれるわけです。そしてそうなると30万2500になるんですけども、実際に11年住んでいるとおそらくいろいろアップグレードをしていると思うんですね。で例えば屋根の張り替え、それから 外壁のペンキ、中のペンキ、それからまあ内装、まあ、内装というのは例えば大体主はキッチン の, 例えば改装とかね、それから水回りですね、特にですからお風呂場をきれいにするとかね、まあこんなの多分5万ドルとかね平気で使うわけです。でエアコンがちょうどね大体対応が15年から18年ですから、おそらく新しいのに変えているはずなんです。ということはエアコンを2つ変えたら多分今だったら1万5千ドル、屋根が1万5千から2万ドル、まあ、だから私の推測では、10万ドルを使ったと思うわけです。で、まあ、それを引いたら、約20万ドルの儲けと。ですから、まあ、やっぱりその家が上がる地区、いい地区で家を買うとちゃんと値上がりして、それなりに投資をしてアップグレードしてもちゃんと儲けは出るということですね。これが本当に日本とアメリカ の, その大きな違いですよね。でたまたま今日朝調べてましたらね、例えば49万ドルの家をねジョージア州で買うとしましょう。で 20% の頭金をすれば、ローンの残額が39万2千ドルになるんですね。これも全部ここに出ますよ。でクレジットスコアがかなり高い780の場合どうなるでしょうかっていうことで、30年の固定でいくと 6.69% 今だいたいくれるわけですね。でこれで毎月の支払額が2478ドルで、クロージングのコストが、クロージングというのはいわゆるだから、まあ、弁護士に払うかなんかいろんな手続き費用がいるわけですよ。それがまあ7546ドルかかるんです。でこれを仮に15年でやると率が 5.85% に下がって、毎月3203ドルを払うということです。でこれ仮にね、今日プッと入力したんですけど、クレジットスコアが仮に740から750の場合でも、せいぜいね50度ぐらいしか変わらないんですよね。だからあんまり関係ないんです。で私のポイントは何かっていうと、30年でいいんです。でもこれを10年から15年で払わないといけないんです。というのは早く払えば払うほど利子払うと済むからです。ですから例えばこれ毎月ね2478だけども、余計にお金があったら5000ドル払えばいいんです。毎月5000ドル多めにずっと払っていけば、おそらく15年以内に終わるはずなんです。でプリンシパルって言って、要はだからいわゆる元々の借金の額ですよね。でインタレストってありますよね。ですからプリンシパルをいかに減らすかっていうのがポイントで、私はですからハワイの不動産を買って、それからここの不動産も全部だからプリンシパルをスプレッドシートに全部紙に書いて、で毎月いくらいくらでずっと頭に入れていきました。でとにかく多めに払おう多めに払おう、それでハワイは12、3年で払い終えたんですよね。でアトランタはですから2年前に払い終えましたから、
日本も借金がないわけです。で、借金がないでいくということはいつでも引退できるということなんです。まあこんな感じでね、ですからアメリカでいい地区を買えば、うちの地区は今ね、ホットの地、アトランタではホットの地区なんですよ。だから結構値上がりしてるんです。だからやっぱそういういい地区を買えば値上がりしていくし、家もすぐ売れるということです。はい、以上でした。